下水道の役割を楽しく学べるイベントが札幌の下水道科学館で開かれています今日から始まった札幌市下水道科学館フェスタには多くの子どもたちが訪れています会場には水の力で砂の中からきれいな石を探すゲームや下水道の仕組みを学べるクイズラリーなどさまざまなコーナーが用意されています この日は小学生から募集したマンホールデザインコンテストの表彰式も行われました。選ばれたデザインのマンホールは来年丸山動物園に設置されます。イベントは入場無料で、札幌市北区の下水道科学館で明日も開かれます。